はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、戦いドリームチームの動画撮ろうと思うんですけど、この全世界2000万ダウンロードの記念ガチャっていうことでステップアップガチャ来てるんですが、でもこれステップ8まで引くとなぁ、なくなっちゃうよね。でね、結構ね、引いてる動画とかね、やっぱりいろんな人が上げてるのを見て、引きたい気もするんだけど、ちょっと、そうだなぁ。なんかね、これ、2000万ダウンロード突破の記念ガチャっていうことなんだけど、いやーでもどうなんだろうな。なんかね、ブラックボールがいっぱいおまけについてたりとか、面必殺技のレベルがすげー高い状態でっていうか、20で来たりとかっていう風になってて、確かになんか引いてみたくはなるんだけど、とりあえず無料分だけ引いて、ちょっとステップ2以降は、ちょっとね、引きたくなったらもう一回取るっていう感じにしようかなと思います。まあね、せっかくね、無料で10連引けるんだから動画にしようとか思ったんだけど、ステップ1だけ引いてね、2からのね8までの7回分はね、そうだな、やっぱり引きたいってなったら引くかもしんないけど、とりあえず今回は無料分だけ引きます。で、ついでにね、なんかいろいろチケットがね、 SSR 確定とかが4枚だったり、これ15枚、レア以上10枚とかのチケットもあるので、今回は無料分とチケットだけを引くっていう動画にしようと思います。まあ引いた上でね、ちょっと引きたくなっちゃったらステップ2から先も後で取るかもしれませんってことで、とりあえずね、レア以上確定のチケットから引こうかな。はい、俺の全力のサッカーだ。まあレア以上だからね。はい、全部レアと、これも引こうか。じゃあ無料で1日1回のやつも引きますと。まあ SSR 確定の4枚のチケットは最後に引くとして、次何引こうかな。まあこれを引いちゃうか、SSR のやつ15枚かな、こっち先引こうか。お、ダメっぽいな。はい、じゃあ残り5枚も引きましょう。これもダメか。はい、ってことで、いよいよね、ステップ1のね、無料分引きますか。いきます。残念か。あ、入ってるかこれ。どうよ。おし、ある。無料でこれありがたいな。ピエールとな、エッフェルト。あー、でもメインが5だからちょっと嬉しいかな。まあそもそも SSR のピエールを持ってないからね。はい、って感じでしたと。お、美咲くん。はい、そんな感じでした。そしてこれかな、 SSR 確定のチケット4枚いっぺんにいきますか。はい、さあ何が出るか。
ヨーロッパナンバーワンゴールキーパーは、あー、こういうものだ。一点も気にせず、それが俺の仕事だ。裕福も貧乏も関係ない。あーしか言ってないが、なるほどね。チャナだけかぶりか。まあこのミュラーとかはね、なんかエイプリルフールのやつで、あのレベルが上がった状態のやつは出てたと思うから、 SSR は初ってことですね、これは。でこっちのエスパダスはフォワードなのか、コンドルシュート、ハイジャンピングトリックシュート。ほー、なるほど。はい、ってことでね、まあ今日は、無料で引けるガチャと、チケットのガチャをね引きましたということで、2000万ダウンロード記念のステップアップガチャのステップ2以降は、多分引かないかな、これだと。まあ無料分でね、なんか出ちゃったら、翼とかね、あの、ショーとかこの辺出ちゃってたら、なんか続けて引いてね、レベル上げようか、レベルというか、まあ必殺技のね、レベル上げようかとかも思ったかもしれんが、出なかったらちょっとなんか温存でもいいかなと、今は思ってます。ただね、またね、こう、なんだろう、他の人がね、動画上げてるのとかで弾いてんの見たら欲しくなるかもしれないし、まあその辺はちょっとわかんないですけど、今回の動画は一旦ここで終わりにしようと思います。はい。では、ありがとうございました。よいしょ。